ジョジョの奇妙な冒険アイズオブヘブンは12月17日に発売されるプレイステーション4とプレイステーション3で遊ぶことができるジョジョの最新ゲームだ。各部から主要キャラクターが多数参戦し、自由にコンビを組んで戦える。ジョジョならではの様々な能力が立体的なステージで再現され、奇想天外なバトルを繰り広げる。ジョジョたちの新たな冒険が今幕を開ける。俺はこんなに素晴らしい力を手に入れたぞ。不死身の吸血鬼リオブランド。リオのバトルスタイルは吸血鬼だ。驚異的な力で相手を圧倒することができる。接近戦に有利な格闘スキルを多く持ち、近くで狙われたら逃げる隙がねえ。さらにスキル普通を与えんでは、目から高速で体液を放ち、多くの敵にも対応できるぜ。スタイルアクションで相手から吸血することで大幅にパワーアップすることができる。この間は連続してスキルを出したり、敵の攻撃が当たる寸前でガードすると気化冷凍砲が使用できるようになったりする。攻撃で受けたダメージの一部を時間経過で回復させることができるが、波紋の攻撃には大ダメージを食らっちまうぜ。吸血によるパワーアップは一定時間で解除されちまうが、特定のスキルからも吸血は可能だ。常に吸血パワーアップ状態を保ち続けることで、吸血鬼の進化を発揮することができる。1対1での戦闘では圧倒的な強さを発揮するが、複数相手の戦闘では不利になってしまうのが弱点だ。常に周囲に気を配ることも必要だぜ。スペシャルコスチュームを紹介するぜ。仲間と繰り出すデュアルヒートアタックで強烈な一撃を決めるんだ。強い野心を持つ冷酷な吸血鬼リオブランド。彼を待ち受ける奇妙な運命とは。辺境の世界で果てろジョジョ。バンダイナムコ